スーパーセンテナリアンは110歳以上の人物のこと。1000人のセンテナリアンあたり約1人がスーパーセンテナリアンである。2010年に行われた調査によると、生死に関わらず最も知られたスーパーセンテナリアンがいるのはアメリカ合衆国、日本、イギリス、フランスそしてイタリアという。人類史上初めて確証のあるスーパーセンテナリアンは十九世紀末に死去。 史上初めて115歳を迎えた人物は1985年に死去したドイツ帝国出身女性のアウグスタ・ホルツ。現在ではこれすらも凌駕しており、115歳以上の人物が50名以上記録され、その中でも117歳以上の人物が10名記録されている。これまで確証のある世界最高齢者は、 1997年8月4日に122歳164日で死去したジャンヌ・カルマン。男性の最高齢者は2013年6月12日に116歳54日で死去した木村次郎エモンである。2500名以上のスーパーセンテナリアンが記録されている。それ以上いる可能性もあるが、主張の大多数は確証を得るには至っていない。ただ、 この状況は、出生届が多くの国で一般化したこと、一部の国に至っては、スーパーセンテナリアンの年齢に達したことなどから変化しつつある。アンポーダー、1917年、110歳の誕生日に撮影された写真。少なくとも1970年代以降とされ、その後1991年に、ウィリアム・シュトラウスとニール・ハウが、教著、世代を上司し、 一般にも広まった。当初は100歳以上の人物を指すに過ぎなかったが、110歳以上も人工統計学上許容範囲内にある。長寿とされる人物は歴史上早い時期から主張されてはきたが、ギネス世界記録が認定する初のスーパーセンテナリアンはオランダ人のヘアとアドリアンス・ブームハールトである。かつては同じくオランダ人のトマス・ペテルスが 初のスーパーセンテナリアンとして認定されていたが、証拠不十分として、その認定は取り消しされている。フランスの人工統計学者、ジャンマリー・ロビンは、ペテルスと断言するには、証拠が乏しいとして、1898年に110歳となったヘアとアドリアンス・ブームハールトを初の確証のあるケースとしている。ノルウェー国教会にも、 現在のノルウェー中南部に住んでいたスーパーセンテナリアンについての記録が残されている。ヨハネス・トルピア・クヌーとエル・ランドソン・エトゥンラがそれに当たるが、両者はいずれもオップラン県、バルドレスに居住。1902年、マーガレット・アンネーブが確証のある初の女性、スーパーセンテナリアンとなった。なお、ペテルスのケースを割り引いて考えると、ルイーザ・ティエールとデリーナ・フィルキンスの2名が、 1926年にニューヨーク州で111歳の誕生日を迎えたことが文書に残されている。フィルキンスは後に112歳、ついで113歳を初めて迎えた人物となる。1959年、ギネス世界記録は初めて114歳を迎えた人物としてマーサグラハムを認定。1984年にはアメリカ合衆国社会保障局が マシュービアードを同じく114歳になったと承認しているが、唯一確証があるのは1985年に114歳となったアウグスタ・ホルツである。ホルツは115歳を初めて迎えた人物にもなった。ギネス世界記録は116歳となった人物として、キャリー・シー・ホワイトを長らく認定してきたが、ジャンヌ・カルマンがこの記録を初めて達成した可能性があるとする学者は多い。 カルマンは1997年に122歳164日で死去しており、確証がある中では現在に至るまで史上最高齢とされる。カルマンに次いで疑義が生じていない最高齢者は1999年に119歳97日で死去したサラナウス。なお、初めて確認できる資料のある十九世紀末以降、世界に存命中の年齢に 確証のあるスーパーセンテナリアンがいなかった。最長期間は、キャサリン・プランケットが死去した1932年10月14日から、ベッツイ・ベーカーが110歳になった1952年8月20日までの約20年間。初めて3世紀にわたり生存したスーパーセンテナリアンは、マーガレット・アン・ネーブである。 20世紀まで生存したことで知られる唯一の18世紀生まれのスーパーセンテナリアンである。これは19世紀から21世紀にかけて生存した確実な証拠のあるスーパーセンテナリアンが数百名いるのとは交対賞を成す。3世紀にわたり生存した人物の最高齢記録は田島ナビの117歳260日である。 2021年現在存命中の確実に証拠がある世界最高齢者は日本の田中家氏である。2018年7月22日に宮古千代が117歳で死去したことに伴い世界最高齢となった。同時期に確実な証拠がある115歳以上の存命者の最多人数は9名でこれまで一度あった。同時期に確実な証拠がある 116歳以上の存命者の最多人数は4名でこれまで一度あった。同時期に確実な証拠がある117歳以上の存命者の最多人数は2名でこれまで4度あった。同時期に確実な証拠がある118歳以上の存命者が複数存在したことは2020年現在ない。ありがとうございます。